八作さん。あのゴルダックの顔の位置、なかなかおもろいところにあると思わへん。八作先生、無視して書きのセリフ。少しどころじゃなくて草。笑顔で言ってるのじわじわくる。これはふざけた女性。婦女しちりちゃんか。やだよ、同僚のおっさんともで腐った妄想してるちりちゃん。ゴルダックがメスかもしれないだろ。セクハラなのですよ。子供の前で何言ってるんですかちりちゃん。これが、場を和ませるジョークちゃんですか。最初ゴルダック見たとき同じこと思って以降そのことすっかり忘れてたのに思い出しちゃったじゃないか。さすがにどうも怒るレベル。ちりちゃん、こうですか、わかりません。いろんな意味でハイドロポンプ不可視。そういえばちりちゃん戦闘中、有機性、って言いますね。あ、繋がったな。繋がらなくていいから押す。これにはどうも口あんぐり。ちりちゃんむっつりだろうなぁとは思ってるけど果たして実際にこんなセリフを言うだろうか。ギリギリ言いそうな気がしないでもない。視点の王変わる変わる海ディグダバグに巻き込んで腹抱えて笑ってそう。男子学生みたいに卑猥な単語で遊んでそうだなこのスレのチリちゃん。チリちゃんが単純に頭男子学生なのか欲求不満が漏れちゃったのかよくわからんスレだな。多分どっちもかと。リーダー松草思い出した。チリちゃん慣れてた学校出身だしそら下ネタでドッカンドッカンよ。下ネタで笑う小学生チリちゃんはぶっちゃけ可愛すぎる。それはそれとして目の前でこれ言われたら確実に吹き出すからやめてください。なあポピー、退屈やろ。チリちゃんが楽しいお歌歌ったるわ。お歌？何のお歌歌ってくれるんですの？ある貧血盛りのな。ちょうど戻ってきた八作先生に口を塞がれる。青木さんがおすすめの公園通り越してカウンセラー紹介するレベル。しょうもないしもネタに、手を叩きながらポケマスのナッハッハッハ笑いをしているチリちゃんは世界の片隅にくらいはいるはず。言わなそうに聞こえてギリッギリ言いそうだから困る。四天王戦でどうに自信を出せながら、突き上げやどう、大地も玉も揺らしたる、って言うんだよね。今でもコロコロコミック愛読してるんだ。これはどうでもかばいきれません。金の玉おじさんに関してやたら詳しい。親戚一家が関西人なんだけど下ネタ披露速度がえげつないというかファールを笑いに変換しようとする情熱が半端ないのは確かに感じる。ある意味優しいのよ。チリちゃんみたいな美人さんじゃなきゃ許されないラインやな。ごめん面白い下ネタ言えんやつは帰ってもらえん。あはっはっは。わ。海ディグだとシガロコ持ってきてからいいなや。と偏見なんだけど。下ネタわかるし言う、チリ。わかるけど言わない、青木。何それ？ポピー、八作。おおむね同意なんだけど八作はむしろ最初、となった後、なるほど、霊を男性器に見立てたギャグだったのですね、とか解説するタイプと見た。全く伝わらなかった時に解説求められて何の周知プレイヤー、ってなるチリちゃんいそう。いや、あんまりしつこく絡むと。わからないのではなくあえて無視しているのです。これ以上ご自分の品位を下げない方がよろしいですよって静かに怒るタイプだね。ソースは俺。ジムリ四天王教師女子飲み会の終盤で下ネタフィーバーになったらチリちゃんが一番おとなしい気がしなくもない。小学生男子レベルの下ネタは好きだけど元彼の悪口大会は乗らなそう。チリちゃんポケマス実装、GW に合わせて到来して、金の玉おじさんイベントと並んでたのってそういう？チリちゃんには炭入りの食品を食べてうんこが真っ黒になったことに大爆笑しながら一瞬スマホロトムを構えるけど、さすがにこれ取るのはダメやなと冷静になったもののそのきついたちどうしても今朝のうんこが暗黒うんこだったことを誰かに言いたくてそわそわして最終的に食べ物あるあるトークのノリでいけるやろ。と青木には台を振るも兆候を始めて気まずい空気が流れてほしいし家帰った後誰に言うんが正解やったかなって悶々としながら眠りについてほしい。このチリちゃん、ポピーちゃんやブルベ学園のお菓子をくれる女子生徒に対してはこの言動を見せないであろう安心設定倫理観で反復横飛びしてる。葵は目撃してる。なんかここのチリちゃんは小野高さんにも言わなそうだよね。目撃されて入る。うっかり言ったらボコボコにされそうだし、葵を含めてアカデミー生徒がチリはふざけた女性という発言に肯定した場合、あなたはすでに見てしまっていましたか。教育上よろしくないと、頭抱えてそうな八作先生。金の玉おじさんのノリにひとしきりつぼった後、そんならおっちゃん、もう一個あるはずやん、と、めちゃくちゃ絡みに行く。金の玉おじさんに初遭遇したアカデミー内市は一人旅をしている頃の少女チリちゃん。手持ちのゴマ像が、僕が拾ってくるから、おじちゃんが逆に困ってるから、と、鼻で訴えている様子。このチリちゃんはポピーちゃんから若干距離置かれてる。多分チリちゃんは相手見て距離感に合った応対するタイプだから、チリちゃんに下ネタ言われたらだいぶ親密になった証拠だと思う。チリちゃん自身、大地のプレートを臆することなく、むしろ魅力的に見せるファッションで身を固めてくるし、その辺逆に突っ込まれてもそつなく返したり、したたかな対応できる信頼感はありそう。同僚あたりが社会の窓全開な場面にで返しても、笑いに変えつつ指摘するから、ストレートなセクハラ発言にはならな。なるな。チリちゃんの下ネタに関しては、息ぴったりに突っ込みを入れる八作先生と青木さんの姿が浮かんだ。そして、それを見て受けるチリちゃん。挨拶代わりにケツ叩いて来そうこのチリちゃん。もし次危ない真似したら、喉ちまる子まで玉を蹴り上げて、生ずんの地割れでケツの割れ目を三つにしたるで。触る系は嫌がる人や嫌がる人の前では絶対やらない。やったらやり返すようなお互い面白がるくらいの関係性になると躊躇なくやる。どうは聞こえないふりをした、三角。どうちゃん反応に困ってるでしょ。ここのチリちゃんが黙ってなさそうな画像。チリちゃんがダブトリオン先生に入れているのってもしかして。公式戦の中継とかでポケッキ出しちゃってるポケモン見かけたら、めっちゃやる気満々やん。って、引
きとして指差しケラケラ笑うチリちゃんはいるかもしれない。あと、直後仕事の連絡が急に入ってきたら、一気に面接モードのトーンに切り替わる。ポケモンの性事情とか知ってたりするんだろうか。例えばリアルヘビやトカゲとかはチンクが二股なんだけど、ポケモンでもそうならばその手の知識をネタとして利用してそう。多分このスレのチリちゃんは相手を選んだ上で自分のまな板の胸をネタにしたギャグを聞きとして飛ばしてきそう。まな板言うたら、逆に相手の胸掴んで相手が、大きい人なら自分の半分くらい分けたって、小さい人ならチリちゃんが育てたろか。って、とついてる。CV 才が三月は白石良子のいい声で下ネタは破壊力がありすぎる。このスレのチリちゃんは多分たまに、毎度、第一のプレートやでって挨拶してきそう。自落方面よりは、チリちゃん、その第一のプレート貸して、と言ったら、はいよ、チリちゃんに任しとき、って誰がプレートや、しまいにはその胸のモンスターボールに突っ込む至るで、くらいのノリ突っ込み仕掛けてきそう。自称も美人さんだし、問題はプレート渡せいうキャラは翡翠の時代にまで遡らない限りは早々にいなさそう、という点、プレートじゃねえか、って言われたら、素でぶん殴ってるところは見てみたい。しがろこ色違いで爆笑するチリちゃん。道を歩いてたらたまたまバンバドロの一物がブランブランしてるのを目撃して興奮気味に青木さんたちに報告するチリちゃん。テラパゴスの珍味興味津々。飲み会の帰りに、最大シガロコ2と最大ウミジグダを出してくるおじさんに遭遇して笑い転げてそう。おじさんは困惑する。おじさん、そこのお嬢さん、おじさんのポケモンを見てよニヤニヤ。モブ嬢、すみません急いでますので。おじさん、おや、あっちの美人さんにもおじさんのポケモンを見せないとねニヤニヤ。酔ったチリちゃん、なっはっはっは、おじさん、露出狂のビグダが単勝だったら大笑いしながら思いっきりバカにするか、冷たい顔と声でキッサ、とつぶやくかのどっちかだと思う。ものすごく下げすんだ目で見た後冷静に通報しそう。酔っ払ったチリちゃん、シガロコのシワとシワを合わせて、幸せ、なっはっは、通りすがりの露出狂、おじさんのたまたまも見たくない？ば、チリさん、もしもし警察ですか？チリちゃんはおっぱいも好きなんだろうか？自分のまな板は普通にネタにしそうだが、ただし自虐ではなく本当にただのネタでなんなら自慢すらしそうである。チリちゃんの編成、ナマズン、バクーダ、ドンファン、ラグトリオ、ドー、ドダイトスジェン。そのうちバクーダは分類が噴火ポケモン、ドンファンは進化前がゴマゾウ、ラグトリオは言うまでもなし、ドダイトスは進化前がナエトル、林亀。あ、察し。